好きだよっていう一撃とかよりも100の小出しだと思うんですよ。全女性を自分に惚れさせるように。怖くもな部分がねあると思うので超恋愛体質です割と落としてきた方だと思います。目をめっちゃ合わせるとか、気づいたらそばにいるとか、狙った獲物は落としていこう。私が認めた男はいい男に決まってる。恋愛は人生のスパイスであり、ゲーム。そんなに恋愛経験豊富じゃないんで、綺麗と可愛いを兼ね備えてたら見ちゃいますね。アイコンタクトとかってすごい大事だと思って、ビビッと来た人がいたらちょっと強めのアイコンタクトを取ろうかなと思ってます。2時間考えていいですか付き合う前に手繋いだりとかする人、じゃあ繋おうか。俺がマネだと思われてるのが一番きつい。わかんねえ。なんぼほど喋るかです。喋りで落とします。100% 女性受けだけを狙って髪の毛も切ってきました。クールなイケメンには絶対負けたくない。兄に一番いただきましたね。ただただ素のままでいけと。晴れてきた。もう変にカッコつけんでいいって言われました。寝癖でボケるとかない？パキーンって感じ。爽快最高。背伸びするのも苦手なので、まあ思ってることをそのままお伝えして頑張ればいいなっていう。むず。100落とせると思います。落とせなかったことはないかな。鎧を脱がせてくれる人がいいですね。年収がとか顔がとか、なんかそういうのは私本当に気にしてなくて、めっちゃかっこいいなと思ったら近くで見たい。強そうとか思われがちなんですけど、あなただけには私の弱い部分も見せるよっていうギャップを見せると。泣いてない泣いてない、大丈夫。自信はあります。絶対最後手にして帰りたいなと思ってます。一番楽しんで一番モテて帰りたいと思います。自由奔放だったりとか、結構喋ってて素敵な方とかが好きなんで、自分に誠実な人であれば。男性だけにいい顔をする女性だったら嫌だなって思います。マジで勝ちたいから。それを見抜けない男性も私はちょっとタイプじゃないかもしれないです。恋愛したいように全然見えなかったからさ。喧嘩とか揉め事はちょっと平和主義なんであんましたくない。ナシが一人いる、うん、私一人いる。常に愛を持って接してるつもりです。思いやりが愛だなとは思います。皮脂的なものとか乾燥テカリとかになったりとかがするんで、その日の終わりとかに、まあ、パックであったりとか 100% その準備はしてきました。負けたくないです。絶対勝てる。結構惚れやすいタイプ。女の人の嘘って結構うまい。うわ、ちょっと騙されちゃうかもしれない。信じきっていいんだよね。優先的には考えちゃいますね。かわいい、マジかわいいな。早く迎えに来て、王子様。キュンキュンくれる王子様。不意打ちのキュンキュンとかにすごい弱いタイプ。ちょろいのかもしれないんですけど、何でもちょろちょろ行くのはなんか良くないな。腕結構見ちゃうかも。ここら辺ムキッとしてるような腕。あー、やばいかも。心拍数上がっちゃう。でもされたい。追いたい派なんでガツガツ行きたいなと思います。なんか体脂肪率が低いっていうか。
こうフェイスラインとかめっちゃガキガキにこう出てると興味が湧いてしまいます。マックスまでモチベーション高めてマレーシア来ました。ゲームに勝ちに来てるからね。ガチンコ対決、自分から積極的にこうアプローチしていきたいな。目が引き込まれるっていうか近くで見れば見るほど可愛い。なんかこんないい思いしていいんだそんな可愛かったらすごい誘われるでしょ。全部最高。根本的な部分で心がこうつながれるような方と出会えたら嬉しいなと思います。スラッとしてて黒髪のこうなびいてる感じあったら僕も知りたいくらいですけど、押して押して押してってタイプでは正直自分はないので、相手との距離感を割と測りながら詰めていく。直感で動く。うん、どうした。何話したいっていうよりか会いたかっただけなんだけど頭の中でシミュレーションしすぎてなんかちょっとおかしくなっちゃいそうでした。何かサプライズ的なものを振りをつくようなことをしたいなと思いました。どうでしょう。甘えん坊なんだと思います。褒める。え、そんなことできるのって言います。で、褒められたら嬉しくないですか。95% ぐらい勝てるなーはあえてみんなって言っときますね。すごいお姉さんっぽい人、セクシーお姉さんみたいな、ちょっとかなわないなっていう感じです恥ずかしい。ちょっと女の子っぽいことしちゃった無償のもの、あげたくてあげるもので、もらいたくてもらうものではない。ラブキャッチャージャパン。500万いいですね。恋するために集まった男女の中にいいね、罠にかかってるね。金目当てがいる。狙った獲物は落としていこう。あ、恥ずかしい。まあ、俺はね、本気で恋愛しにここに来てるから結構好きになってる。早く迎えに来て。王子様、恋愛したいように見れなかったからさ、人間不信になりそう。その言ってることと辻褄が合わない。もう恋愛じゃなくてお金なのかな。眠いもん。私泣けるんですよ。お芝居しちゃいました。うわ、出た地獄のパターン。あいつやり手だな。信じ切っていいんだよね。最後に私を選んでくれたら一番嬉しい。本当に恥ずかしいけど大好き。自分が信じたいって決めたら信じればいい。もう好きな人を疑いたくない。ラブキャッチャージャパン。